レッドソックスの吉田正尚外野手31が29日、日本時間30日、右肩を故障していることを明らかにした。今季最終戦となるホームでのレーズ戦では先発から外れ、試合前に日本メディアを相手に今季を総括。肩がちょっとあまり良くなかった。キャンプからずっとと、シーズンを通じて右肩の痛みに悩まされてきたことを明かした。その上で、 手術はあり得ると思います。もうそれまでのことは全部やりました。こっち、米国、でやると思いますと近日中にも手術を受ける可能性についても言及した。今期の吉田はほぼ DH に専念し、外野守備についたのは一戦のみだった。また今期通算14支給と支給下に苦しみ、2日前の9月27日、同28日、 のレーズ戦でも第一打席で右肩に支給を受け、そのまま試合に出続けたが、前日28日、同29日の試合は欠場していた。メジャー2年目の今季は108試合に出場し10本塁打、56打点、打率280だった。吉田との一問一答はいかの通り今季を振り返って、去年は WBC もあって、 メジャー1年目っていう中で走り抜けた感じがあったんですけど、今年に関しては自分がオフシーズンからもう少し期待していたような終わり方では正直ないなっていうのはあります。全体的な数字の面に関して、試合数をはじめ、去年より下回っています。そういうところではやっぱり物足りなさと言いますか、そういうのを感じながら今日を迎えました。打撃成績は一定のものを残したが、去年、 一年間やってみて、課題っていうのはこっちでは数字で明らかに出ますんで、そこを見ながらオフシーズン、どう取り組んでいこうかっていうところ。最初、ゴロアウトをどうしても打たされるところが多かったので、角度をつけて、それプラス、スイングスピードが上がってきて打球が速くなれば今まで打ち取られたやつが上がるんじゃないかと思ってずっと取り組んではいました。 角度に関しては去年よりは今年は上がっていると思うんですけど、正確なアプローチってところはもう少しできたかなっていうのはあります。今年は DH に専念したフルでの DH というのはあまり経験がありませんでした。準備に関してはいつも通り、しっかり試合に向けて向き合ってこれたと思います。ただやっぱりチームとしても本来であれば、 dh を回していれば怪我人ももう少し少なくできたと思いますし、バリエーションの面では邪魔してしまったかなという気持ちはあります。来年はしっかり守備でもアピールになると思いますし、素晴らしい外野人がいますので、そこに割って入れるようにしっかり準備していきたいと思います。オールスター後のドジャース戦で、今はまだ言えないいろんなことがありましたと話していた。今、言えることは、 肩がちょっとあまり良くなかった。キャンプからずっと、トレーナーさんも含め地道にはやってきたんですけど、なかなか感知と言いますか、最後の方はキャッチボールも上がってきて少しいい球が自分でも投げれるなという感じがあったんですけど、距離伸ばした時にまだ痛みが出ていました。キャンプ中からトレーナーと取り組んできた、いろんな手は打ちました。注射も含め、最善は尽くしたんですけど、 メジャーリーグの上のレベルでのスローイングのプレーは厳しいという判断でした。耐える時期もありますし、その噴ケアといいますか、トレーニング含めて、今年1年、地道に取り組めたかなと思います。それが来年、これからのキャリアにおいてプラスになるように、と思ってやっていました。親指を怪我した時に、どうなるかわからなかったので、肩も一緒に、処置をする、っていう選択肢もありましたけど、 チームもバッティングで貢献してほしいっていうこともおっしゃってくれたので、なんとかそこは踏ん張りながらやれたと思います。コンディションも含め、メンタルも含め、去年もでしたけど、苦しい時もありましたけど、そこら辺も向き合ってやれたと思います。肩は去年から良くないということだったが、手術の可能性はあり得ると思います。もうそれまでのことは全部やりました。 やるなら早い時期かそうなると思います。肩なので色々制限はされます。自分は右投げ左打ちですので、右肩がすごく大事になる。そこら辺はチームも含め僕だけの判断ではできないと思います。打撃への影響はあったのか、多少なりは。やれるという判断をしました。ただ抜け球、カーブだったり、 オフスピードのスイングには多少なりとも影響はありました。手術をするとすればアメリカかそうですね。はい、こっちでやると思います。今期は指、肩と常に故障を抱えてのプレーだったのかそれを言っちゃうと、それでまとまってしまうのは嫌ですけど。それを招いてしまったのは自分ですし、ただそこに向けて本当に向き合えたっていうか、トレーニングを含め、 コンディショニングに関してはずっと今年1年間やっていたので、去年のオフ、足りなかった部分、去年のシーズン中だったらしないようなことも結構できた。そこに関しては、あの時が生きればいいなっていう気持ちではずっとやっていました。来年に向けての抱負はもう来年、3年目になります。自分、チームも含め、思うような成績が出せてないと思います。もう3年目である程度、 数字の面も出てきたと思いますし、そこをしっかり超えていけるように。打てば勝っている試合も自分の中でありましたので、そういうところで貢献できるようにしていかないといけません。この地区ではヤンキースが強くなってきて、ボストンも遅れを取らないように。もっともっとレベルも高くなるんでしょうけど、そこで勝ちきれるようにしたいなっていうのは、2年間やってここでの厳しさを感じてきました。いくら言っても、 結果を出すしかないので、そのためにやれることはしっかり準備して、後悔しないようにとは思います。今期の大谷選手の活躍を改めて振り返って、今までの歴史を塗り替えるようなシーズンですし、初めて専念したシーズン、専念したらこれくらいやるっていうのが分かったシーズンでした。彼も毎年進化していますし、チームが変わった中でいろんなことが起きたでしょうけど、 グラウンド上でのパフォーマンスは日本人としても誇りですし、メジャーリーグを代表する選手ですので、数々の記録はおめでとうございますという感じです。